ます。始まったね。始まりましたね。ついに始まりましたね。ついに始まりました。ついにストリートベース第1回目ですけども。サブチャンネルですね。ね、まあサブなのかメインなのかわかりませんが。まあここはですね、埼玉のカラーポーズ新三郷店。はい。ここはですね、実はたまに来ることがあって。そうですよね。結構昔の何回か。はい、そうなんですよ。そうなんですか。近くにイケアでコストコあるじゃないですか。店長さん大好物。大好物じゃない。まあその2店舗もあるし、しかもララポートのところにはニトリがあったりとか。あ、そうですね。ありますね。ニトリさんあったり、あとはまあファストファッションと言われる、はい、GU、ザラ、そして H&M、ユニクロ。だから結構そのトータルでこう生活用品も買えたり、服も買えたりとかするんで、たまに着てるんですよね。で、それをですね、今回まあ、ストリートベースで、はい、紹介したいなと思ってるのがスニーカーね、はい、スニーカーは結構メインで紹介したいんですけど、まあ、スニーカーと上のこのファッション、上のトータルコーディネートをファストファッションでちょっといろいろ組み合わせて、ミックスして、ね、はい、まあ、ララポートですから、それはいろいろお知らせは入ると思いますけども、はい、なので、まず最初は H&M から、はい、H&M 行って、服買って、そうですね、で、次ザラ行ったり、GU、はい、行ったり、ユニクロ行ったりやって、で服を買い物今日はして、はい、で戻って東京の方戻って、俺のコレクションのスニーカーと合わせてトータルコーディネートを紹介していきましょう。はい、いよいよ H&M から買い物行きますか。はい、ということで、行きましょう。ストリートベーススタートです。やったこうぜ、いいっすね。久々に来た。上か上から2階改装してるみたい。なんか2階から行って、はい、2階から行きます。そうですね。あ、そうで、あのスタイリストのタック、はい、スタイリストのよろしくお願いします。はい、どこの人誰って思われて紹介がまだ本職なんで。そうですね、そうですよ、本職です。人ではないんで。次の人になっちゃう。本職の、そうですね、トータルコーディネートしてください、ね、はいはい、なんでまず、はい、ちょっとメインところになるものをザラ、H&M から選んでって、はい、そこからちょっと無地とかの、はい、なんか合わせられるものは、はい、ユニクロ GU ちょっと安めなもので合わせていければ、はい、いいかなと思って、はい、全部真似しようと思います。やっぱこう真似できるようにスニーカーは僕のコレクションからスニーカーが一番高いです。間違いない。じゃあ早速ちょっと買い物していきますね。はい、それではここでお待ちしております。行ってきます。ゆっくり行ってきます。バイバイ。買ってきましたね。めちゃめちゃ買ってきた。めっちゃ買ってましたね。さっきちょっと見に行ったんですけど、すごい買ってました。いや、信じられないから安かったね。ね。めちゃくちゃセール中っていうのもあって、そういろいろ買ったんですけど、はい、あのめっちゃ可愛い、めっちゃ良かった、ね、すごい。パンツ1本700円のとかありました。1個あったね。デニムジーンズね。セールで700円ってすごいなと思って、ちょっと感動したな。すごいっすね。じゃあ次ザラ、ザラ、はい、ザラ行きますか。はい、ちょっと一旦これを車に置きに行きます。はい、はい、ました。はい、ザラで、ザラで、はい、ザラも良かったね。良かったですね。結構あもうええんちゃう、ま、そうですね。もう5ポーズぐらいいったよ。結構やっぱ H&M とはちょっと違ったテイストのものが、ちょっとやっぱ違うね。お店によって、はい、置いてあるものも違うし、うん、で値段設定もちょっとちょっと高いかな。でもまあセール中なんで、そう、結構安く、セール中でかいです。セール中をね、買ったんで。ちょうどですね。990円の T シャツあった。そうですね。あと8000円ぐらいのものが3000円ぐらいに。そう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 、安くなった、ね。すごいですね。じゃあこれを一回置いて、まあ、ベースにね、ちょっと置いて、で、あとは GU とユニクロか。はい。行きましょうか。はい。その前にむちゃくちゃ腹減ったし、ご飯食べるから。行きましょう、じゃあ。行こうか、じゃあ。行きましょう。はい。じゃあ行こう。はい。ウッシー何食べたの？はい。
ここ優秀団で有名ですよ。寿司、寿司、あ、寿司いい。みんなで来い、4人で。はい。あれ、次どこでしたっけ。次、自由。自由で、はい。自由はどういうテイストの。自由は、うん、まあ、わりかしユニクロと似てるんですけど、うん、GU の方がちょっと今どきっぽいシルエットがすごい多いんで、例えばなんかオーバーサイズの T シャツ、カットソーだったりスウェットだったりとか、体が大きい俺としてはありがたいです。そうですね。だからやっぱこうユニクロでなんかこう探すより GU で探した方が多分いいかなとは思うんで。なるほど。じゃあ GU 行きますか。そこでまあ無地系のオーバーサイズ、まあなんかちょっとアームホールとかが大きいのが結構あるんで、動きやすさもわかりました、いいかなと思うんで、ちょっとそこで CU CU で CU か CU 着きました。はい、それではちょっと行きます。了解です。行きます。行きます。待ってます。買ってきましたよ。買ってきましたね。爆買い。爆買いですね。ワークマン並み。ワークマン並みに爆買い。見てくれてますね。ありがとうございます。見てますよ、もちろん。さあ、GU やばかった。だってアウターダウン買って、マウンテンパーカー買って、でインナーとか、そういうのも買って、全部買っても1万3000ぐらい。7点。7点買って1万3000。やばいっす。すごい、2袋も。いやー、いい買い物できたね。すげえ楽しかった。楽しかったですね。めちゃくちゃなんかすごい店も広くて、周りも広いですね。量も多かったんで。でデザインもすごい可愛いし、今時っぽかったですね。本当に自由さらしいというか。そうですね。なんか本当にトレンドをしっかり入れて見えてるような。良かったっす。シルエットが綺麗でした。T シャツのサイズ感一番ここ良かった。一番良かった。あ、マジっすか。うん。なんか普通のサイズの XL とかじゃなくて、やっぱちょっとオーバーサイズの XL なんで、店長さんには一番いい。あとその T シャツの音数、分厚さがすごい良かった。音数がペラペラのが多いですけど、やっぱしっかりしっかりしてて、だからあのチャンピオン T シャツみたいなぐらいの分厚さがすごい着心地よさそうやし、それは後です。ぜひ紹介したいですね。はい。じゃあラストユニクロ行きますか。これ一回車戻りますか。戻ります。はい、はい、ここ入ってきます。じゃあ、あのユニクロがあるんで、はいはい、じゃあラストユニクロ行って、はい、でそれ買って終わりということで。そうですね、はい、なんかサクッと終わりそうな、多分もうほぼほぼ買うもんないんで、はい、もうあとインナーとかもうそれぐらいなんで、はい、ちょっとサクッと買って、はい、帰ってきます。はい、行きます。はい、買ってきました。買ってきました。ユニクロは割と少量で、少量な、ちょっとインナー系を最後の詰めですね。詰め、足りないものを。はい。あのでも T シャツ、ユニクロ T シャツか。はい。ユニティ、ユニティ、UT ね。はいはい。UT が結構いいなったもんな。ありましたね。キースのコラボね。はい。サイズ感もバッチリ。フリースだったりスウェットだったりから。はい。じゃあこれをですね、今日買ったんが。H&M でしょ、で ZARA でしょ、で GU 行ってユニクロ、まあ、この4つをですね、いろいろ組み合わせてトータルコーディネートを、まあ目標10体、いろいろ組み合わせて、はい、でパンツとかは使い回しにしたりとか、はい、アウターもちょっと変えたりとかして、10体できるように、でスニーカーを10個、はい、その都度紹介するという、はい、感じで、はい、次回はいよいよコーディネート、楽しみですね。はい、はい、なので一旦時計戻りましょう。はい、はい、じゃあ今回は以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。サムネイルって感じですね。